皆さんこんにちは、レクセン講師、弁理士の納富です、今日は、新しい、ゴールドウェブの企画として、納富美和の、担当55プラチナネットワークの紹介をさせていただきたいと思います。久しぶりの担当編のゴールドウェブなんですけども、それだけにですね結構気合が入っています。で今回の企画ちょっとチラシを見ながら、ご説明したいと思います。で今回の企画は、特徴のところですね、ちょっとちょうど私の頭で見えづらいところですけども、4つ特徴があります。まず1つはですね、視覚的効果で条文の文言と、プラスアルファの知識のネットワークを構築ということで、条文を掲載して、でその、左側にですね、その条文から、ちょっとこう派生するというか、まとめたりとかいろいろあるんですけども、紐づく、知識をですね、これちょっと実際にもう収録したもので使ってるんですけども、条文掲載していて、でその中でその条文のどこをねポイントとしているのかっていうことを、こういうふうにね、こう太文字で、もともとこの蛍光ペンはついてない状態です、私が講義の中でつけてるんですけども、太いゴシック体の文字に、している部分が、要は試験出る部分ですね。でそこを明らかにして、でかつそこにまつわるその知識をこう左側にまとめてるという感じです。例えばこの時量の納付期限の話ですね、ここは特許査定謄本送達 もしくは特許審決の謄本の送達があった日から30日以内というのが原則ですよね。でも例外が、この条文の中に2つあって、ちょっと私の頭で見えませんから、ちょっとこうしちゃいましょう。はい、3と4ですね、3項と4項が、その例外ですよね。であともう一つ4条延長がねつながって、3つ例外があるんですね。で原則が1つ、原則が1つですよね。で例外が3つあるんだよってことを、こうもう視覚的にちゃんと整理をするということね。でこう矢印でどこの部分の知識な、どこに紐づくものなのかっていうところの、そのネットワークを張っています。で同じように、こういう感じですね。で あとは例えばですね、延長関係とかで今日ちょうど収録したものあるんですけど、存続期間ですね、こういったこれもそうですね、原則、出願の日から20年でね、存続期間、終了しますよって書いてあります。ただこれだけが出るってことありませんよね、あんまりね。むしろやっぱりここから、じゃあ特許出願の日って言ってるけど、特別な出願ね、どうカウントするのっていうところが出るじゃないですか。ですから例えば優先権だったらどうなの、分割変更46条のになったらどうなのっていう形で、ちょっとこうネットワークを引きつつ広がりを見せるっていう形で、見やすいようにね整理をしています。だからこれだけ覚えてもらったらいいよっていう形ですよね。で次にプラスアルファということで、例えばこの延長関係だと、そのポリペプチド事件がありますよね。こちらの方でそのね、いわゆる実施ができなかった期間ってどう計算するのっていうことの計算式にあたる部分が判示されているので、でそこの部分を紐付けてまとめたりすることによって、要はこの一冊ですね、テキスト、例えば今これ55なんで55回あるんですけど、1回から6回目のこうテキストがこれぐらいな感じなんですよ。でこういう形 でこう開くと、こういう、テキストになっているんですね。こうやって2回って形でこう区切りが出て、で1回分が1時間で終わりますから、皆さんとしてはそのこう進めるにあたって、こう1日、1時間、講義を聞く時間を少なくとも1時間取ればいいんだなっていう感じのこう計画が立てやすいと思うんですね。で確実にこう1回2回という形で55回終わっていただければ、その品質が高い、もうベスト10に入ってくるようなものは全部上げてますし、であとやっぱりその予想の範囲とかそういったところを含めて55回カリキュラムを組んでいますので、この一冊の中で、その知識プラスアルファの知識とかも全部攻略ができちゃう、審査基準だったりとかそういったところも含めてできちゃうっていうようなところが一つ特徴になってます。で次に、実際の大問一問内で問われる可能性ある複数条文を紐付けて1回分に収録していると、条文は築条で、1条からこうずらーっと並んでいても、実際、担当の過去問なんか、見ていただくと分かるんですけど、特許要件みたいな感じで
載せてる。そうするとまあその中には29条もあれば肉の2もあれば39条とかそういうのをひっくるめて掲載してるわけなんですよね。で実際の担当試験はそうですね、あの特許権の肉の2だと肉の2で1問とか、あるいは39条とのコラボで1問とか、あるいは中間処理だったらもう分割変更46条の2で1問とか、変更だけで1問ってあんまないじゃないですか。だいたい分割変更で1問とかですよね。ですからやっぱりあのそういったところ の, あの関連するものは一つの回にまとめてしまった方が、インプットも効率的ですし、あと過去問演習するにもやっぱり効率的なので、まあ、そういったところであのつながりのある条文を順番に関係なく紐付けてます。一番それが顕著に出るのはあのちょうど前置審査の値じゃないですか。前置審査って162条ですよね、根拠条文ね。でも実際あの前置審査に付されるケースっていうのは拒絶査定審判と同時に補正をしたケースですよね。でそうすると拒絶査定審判の条文が121条ですから、結構間空くわけですよ。121条から162条までの間ね、無効審判があったり延長があったりねするわけでしょ。でその間に別に忘れてるとは言わないんですけど、でも本来拒絶査定審判と前置審査を続けてひとまとめで1日でやった方が当然そのやり取り、そのやり取りの流れとかも分かりやすいわけだし、あのインプットしやすいわけですよね、理解もしやすいわけですよね。でもっと言うと162条の前のところに拒絶査定審判の督促159条とかそういうのもあるわけだし、督促も含めてやっぱりひっくるめた回を一つ作るっていうのもあの工夫をしています。ですので今回あの掲載の仕方っていうところも通常のまあタワードとかそういったところと違うところがあの出てきているのも特徴的なところなんですね。で3つ目です。これは様々なあのプラチナ関係で私は今まで実践してきたんですけども、あの各講義1回60分で、まあ、完結するっていう形ですね。毎日毎日続けていただきたいんです。で論文試験の場合はこの60分に集約して毎日毎日やっていただいて、まあ去年実施したもので31ですね、1ヶ月である程度論文を完成させましょうという形なんですけど、論文のちょっとね目的と担当のこの1日1時間の目的は少し違うんです。あの論文を1日1時間でするっていうのは結構至難の技なんですよね。でなぜならば論文っていうのは皆さんもご存知の通りで結構時間がかかる、そういう勉強になりますよね。ですから一回勉強し始めたら例えば全文書きするだけでもう1時間ね1問あのかかっちゃうわけだし、でそこから見直しの時間とかそういうのをやってしまうと当然何時間もかけてやってしまうので、あの週末にまとめてとかそういう感じで論文の勉強される方も結構いらっしゃると思います。普段お仕事されてる方だとやっぱまとまった時間平日取れないよということで、なかなかねあの論文の勉強をあの短い時間でやっていくっていうことはすごく難しいことだと思うんですね。だけどもまあ、あのそこが要は腕の見せ所で、1時間の中でもできることって結構あるんです。特にそのあのインプットの部分だけではなくて形作りでも答案構成だったりとか、ね、大把握の練習だったりとかそういうことだったら1日1日その、ね、あのテーマを決めて1時間で一つずつのその、なんていうのかな、そのパーツをねあの完成させていくっていうことはあの十分可能なことなんですね。でただそこが要は私の腕の見せ所ということで、プラチナでですね今まで論文をやってきました。ですから本来まあ言ったら受験生の皆さんで自分でやるところを難しいところを私の方でやりたいということであの論文のゴールドウェブはやってきたんですけど、今回の担当編で1時間1時間というのはちょっと訳が違うんですね。意味が違うんです。担当は別に短い時間でも十分にやることはあるんですよね。担当の過去問1問解くのに1時間かからないでしょ。ですから担当の過去問ってまあせいぜいですね解くだけだったら大問1個3分ぐらいで解けるわけですよね。でまあ回答出しや解説を読むとしてもまあ大問1個あたり10分以内で多分終わると思うんですよね。まあそうあのそうわからない枝が出てこない限りはですけどね。ですから担当の勉強っていうのは皆さんの方でも1日1時間でやっておられる方もすでにいらっしゃると思うんです。
ですからそんなにその時間が1日1時間だからなんかすごくそこにノウハウがあったり難しさがあるかというとそうではないんですけども、ただこのゴールドウェブがなぜ1日1時間というふうにやってるかというとですね、それはある程度その全部をやっぱりこういろんな科目が担当あるわけですね。論文と違って、まあ、その4法も全部ねありますし、であと条約編も今回、まあ、やってるんですけども、まあ、結構いろんな科目をやっていかなきゃいけない。でその中でただやっぱりその効果的に点数を取っていくためには確実に一つ一つのテーマを潰していきたいんですよ。ですからこのゴールドウェブの目的っていうのは1日1点あげることです。1日1点あげる勉強なんですよ。でそれをその自分で決めた範囲でその過去問今日は何年度分やるとかっていうのではなくて、もう今日補正やったら補正が出たら1点取るぞ、ね、次の日分割変更46条の2やったら46条の2までその変更とかね分割に関しては1点取るぞっていう形で目に見える形で今日1点明日1点明後日1点って形で1点ずつ取っていくっていう形の要は目に見える効果をね作っていきたいんですよね。でそれが担当ではなぜ私が必要だと考えてるかというと、やっぱりモチベーションなんですよ。やることは結構泥臭いやり方です。担当の勉強っていうのは論文の勉強と違って綺麗な勉強で受かるものではないと思ってます。ちゃんと泥臭くきちんと条文を読むということで、基本忠実に条文を読み込むということ、それが一番確実な方法だし、それを避けては絶対合格できないと私は思っています。でそのためにはやっぱり地道に地道に条文を読んでいくんだけど、やっぱりそれを自分でやるとなると結構孤独じゃないですか、条文の読み込みっていうのはね。でましてやそのどの部分を読み込んでいいのか分かんないってことがありますよね。だから、まあ、このプラチナネットワークではその条文の読み込まなきゃいけないポイントで、読んでいただきたいその覚えなきゃいけないポイントをこうちょっと太字とかにこうしてるわけですよね。どこの部分が要は聞かれるのか、でそこに派生する部分をちょっとこう図解したりとか、あるいはまあ今言ったようにちょっとこう特別な出願だったらどうなのみたいな感じでこう広がりを見せたりとかですね、そういったような形で皆さんが勉強していく中でですね、効率的に条文の読み込みができる、そして正しく条文の読み込みができるということをやりたいということで、今回テキストなんかもちょっと工夫を凝らしています。ですから今日ね補正の回、まあスケジュールがあるんですけど、1回目はどの範囲を扱いますよってあるんですけども、でそれを一つ一つ毎日こなしていくことで、あ今日は私補正で1点取れたわ、まあ取れたわっていうか取るわっていうことですよね。で明日は分割変更46条の2の回だから、これも絶対出るわけですよね。必ず毎年出る、そしたらまた1点取れるわっていう形でどん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 1点を積み上げていくっていうことを一緒に条文を読み込むことで実施していきたいというのがこのテーマなんですよ。だから毎日できるだけ続けてほしいんです。で一つの塊で完結しなきゃいけなくて、あまり多くの塊を一日一日その扱う必要もないし、で逆に言うと扱うことで、まあ、その辺がやっぱりねこう不十分になる可能性もあるんで、できるだけやっぱり1回で終わらしたいんですね。1回でとか1日で終わらしたい1テーマを。ですから逆にもう集約した形で1日1テーマっていう形に絞ってます。ですから60分がまあ長いか短いかって人によってちょっとね感覚が違うのかなっていうのもあるんですけども、ただ私は十分な時間なんだけど、でも誰にしもが取れる時間だと思ってるんです。どんなに忙しくても受験生だっていうためにはやっぱり1日1時間の、ね、こう時間を確保できるってことはもう絶対条件だと思っているので、なので、ね、例えば帰ってくるのがねこう夜遅くてもう本当に終電間際になっちゃうとか、夜本当に時間取れないんです、ね、女性の方でよく私質問っていうか、まあ相談を受けるのがね、やっぱりお子さんがいらっしゃってお子さん寝つかせるときに自分も寝ちゃうと、まあ、これ結構あるあるだと思うんですよね。でそれもすごくわかるんだけども、だったら朝1時間早く起きようよっていうことなんです。でそしたらこれ取れるじゃないですか、時間このねプラチナを聞く時間取れるじゃないですか。
でそれがやっぱり2時間とか3時間になるとなかなか取れないですよね。 2,3 時間早く起きようよって言っちゃうともう寝不足で仕方ないと思うし、ね、それでなくてもそんなに寝てるわけではないと思うんでね、もともと12時間とか寝てるんだったら3時間早く起きようで9時間でいいんだけども、多分今の段階で、ね、6時間7時間、まあ、6時間ぐらいなのかなしか寝てないっていう中でね、3時間取るなんてとても言えませんから、そういう時にこそですね、これ朝早く起きて1時間聞いてから必ず仕事に行くっていうような形で実際実施可能な現実的な講座にしたいっていうのがあるんです、うん、でやっぱりなかなか普通のカリキュラム期間講座では 2,3 時間で1コマですよね。でそれは週末にあるからっていうのもありますよね。お仕事がない、だいたい土曜日とか日曜日に講義を持ってくるからっていうのがあるじゃないですか。ですからやっぱり毎日やらないといけないこと、皆さんが講義でね、こう講義出てこられてまとまってこう勉強するっていうものではなくて、毎日家で本来やっていく条文の読み込みっていうものを私と一緒にやっていただくと、で一緒に1点ずつ取っていくというような形の講義にしたいなと、講座にしたいなというふうに思ってやっています。であと最後の特徴は、まあさほど皆さんにそんなに響かないかもしれないんですけども、よくね回答でそのような規定はないとかあるじゃないですか。で結構まあ身も蓋もないよっていうような回答ですよね、それってね、うん、でも実は理由付けってやっぱあるんですよね、うん、なんでないのっていうことですよね、そういう規定が。であってはなんでまずいのっていうことでしょう、結局は。まあそれがヒントなんですけどね、そういう規定の攻略っていうのは。ですからそういう問題の解き方だ、まあ、その問題にぶち上がった時にどういう思考をすべきなのかっていうね、あったかななかったかなって思い出すのも一つの方法かもしれないけど、そんなの分かんないですよね、大概の人はね、もう頭にあった解けてるんだから。ですからそういう時にやっぱりそのヒントとなる思考回路を作っておこうというところが一つ目的になります。であと順用不順用もまあそういう意味では同じですよね。なんで順用されてないんだろう、ね、なんで不順用なんだろう、逆になんで順用しても問題ないんだろうっていうようなところですよね。ですからそういったようなところの対策もちょっと会をきちんと作ってやっていこうというふうに思っています。ですから私としてはいつもこれはね、生講義とか、まあ、普通に通信講座に限らずなんですけども、予備校の講義を受けていただく意味というのは私は2つあると思っていて、1つはまあ、分かりづらいこと、難しいことを分かりやすく説明することで、まあ、理解をしやすくする、で真に理解していただく、間違った理解を避けるっていうことがまず一つなんですね。でもう一つはやっぱり時間をお金で買うっていうことですね。単純に言っちゃうと自分で調べながらね、一から全部いち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 ねやっていて、例えば3時間かかるところを予備校に来たら1時間で同じレベルまで到達したわって言っていただくことをですね、やっぱり私たちは実施すべきだというふうに思ってるんです。でそれは物理的な部分でもそうだし、そうじゃない部分でもそうなんですけども、今回のゴールデンウェブもそういうところでは皆さんのやっぱり一番重要なところなんだけども、意外にそこがきちんとできてないなと私がまあこの長い講師生活の中でですね感じてるところで、それがいわゆる条文の読み込みなんですね。でそれがやっぱり読み込むポイントがずれていたりとか、ただ単にフラットに読んでしまってるとか、で紐づく知識は別のなんかテキストとか講座で賄ってるとか、そういうことがあってはやっぱりその効率性っていうところ失われるわけなんですよね。で効果が出ない。でそれはやっぱり皆さんにとってあんまり予備校に来てる意味がないんじゃないかな。で時間を短縮して、でその中でフルに使った時と同じ効果をやっぱり与えてあげたいということがあるので、ゴールドウェブの中でではですね、皆さんに1点取るため、1日1点取るために一番効率的な方法、一番確実に、ね、点数を積み上げられるような方法を提供したいと、提供できる講座にしたいという思いで今回ですね、立ち上げました。であとは足切り対策っていうところでも機能したいと思っています。
常にですね、やっぱり皆さんの頭の片隅には足切り怖いっていうのありますよね。私も怖いですよ。皆さんが足切りにかからないように、やっぱり常に日頃ね、やっぱり気をつけていますから、足切りはもう絶対に避けたいところなんですけども、この足切り対策でやっぱりね、大事なのは穴を開けないことなんですね、科目ごとにね。で、4法っていうのはもうどこもやっぱり気は抜けないんですよ。で、得て増えては多分多少特実が得意で小商標の衣装が苦手ですみたいなのがあったとしても、でもそこだけ強化してじゃあ来年受かるかと、そういう科目じゃないじゃないですか。だけど4法対他の法域っていうところで言うと、4法は毎年毎年割とで取れても、条約だけがやっぱり苦手なんだという人どうしてもやっぱいるんですよね。で、そういう場合にはやっぱり比重をつけて、やっぱりちょっとそこ強化しなきゃいけない、苦手な条約を。で、私が見るに限り、そしてまあ本誌を分析するにあたってね、府庁をある程度機関講座とかある程度過去問でやってて足切られるってことはあんまないと思うんですよ、府庁はね。だから過去問の範囲ね、まあ短期層とか取られてる方はその範囲でやって十分だと思うし、足切りに合わせなければ点数を多く取る必要ない科目ですよね。でも条約は残念ながらやっぱり苦手にする人がすごい多いですよね。特に PCT どこまでやればいいんだろうかとか、やっぱりソフトもあるし、だから条約だけ強化したいっていう方がやっぱりすごく多いんですね、現実に。ですから今回4法いらないんだけどっていう人もいるかなというところもあって、初めて私のラインナップの中で初めてなんですけど、条約だけ取れるとか、まあ逆に条約私得意なんですって稀な人がいれば4法だけ取るとかですね、そういう形で受講していただけるような環境も作りました。で、これはもうひとえに足切り対策として機能できればなという思いです。で、いろいろとね、皆さんも受講されてきた中で、まあどういったね、ことが必要なのかっていうことは人によってちょっとデコボコあるとは思うんですけども、ただ私が思うに1にも2にも担当合格のためにはやっぱり条文の読み込みなので、そこにもう重点を置いて、そこにもう本当に講義の中でも皆さんの労力も注いでいただきたいなと思っています。で、まあ、ただね、やっぱインプットしたことがきちんとインプットできてるかの確認くらいは大事なので、問題集という形で毎回講義の最後10分くらいは当ててるんですけども、問題演習ですね、こういう問題という形で、各テーマ10問の枝を用意していますので、そういったちょっと演習をして終わるみたいなね、そういう確認して終わる。私の考えもインプットはインプットだけじゃなくてアウトプットやらないとインプットできてないっていう考えなので、必ずインプットとアウトプットはハイブリッドでやっていく。ただまあ今回9:1ぐらいの割合でインプットに比重を置いてるのは、担当はもう絶対そこがネックになると思ってるからです。で、皆さんもお持ちだから過去問集はね、ですから過去問集をお持ちだし、で過去問を何回回したから受かるような試験でもないので、インプットのその難しいところはやっぱりインプットの方ですからね、ですからそちらの方のやり方を間違わないでという思いで今回実施することにしました。ですのでぜひですね、皆さんが条文の読み込みは私に任せてっていうぐらいのね、私って私じゃないんですよ、皆さんですよ、ね、例えば皆さんの後にね続くような、皆さんが合格された後に自分の事務所の後輩とかそういった人たちに向けてね、条文の読み込みってこうやるんだよって、ここ読み込めばいいんだよっていうことをね教えてあげられるような、そういうもう確固としたやり方でやっていこうというふうに思っていますので、ぜひ得意分野にしてください。はい、ではですね、たくさんの方がプラチナネットワークで、担当合格されることを本当に心から祈っています。では、皆さん頑張っていきましょう。